アタゴ、重巡洋艦。アタゴは、日本海軍の重巡洋艦。一等巡洋艦、重巡洋艦アタゴは、高尾型重巡洋艦の二番艦である。急ピッチで工事をしたため、一番艦の高尾より早く、完成した。このため、高尾型重巡を、アタゴ型と呼ぶこともある。太平洋戦争におけるアタゴは、南方作戦、ライン作戦、ミッドウェイ海戦。 攻略部隊、南太平洋海戦、前進部隊、第三次ソロモン海戦、ブーゲンビル島の戦い、ラバウル空襲、マリアナ沖海戦、レーテ沖海戦等に参加。1944年、昭和19年10月23日に、アメリカの潜水艦ダーターの雷撃で沈没するまで、ほぼ一貫して、第二艦隊機関の座にあり、混合型戦艦、長戸型戦艦、 大和型戦艦等を指揮下に置いた。太平洋戦争において、あたごに長期を掲げた第二艦隊司令長官は、大戦前半は近藤信武中将、後半は栗田武雄中将だった。日本海軍における、あたごの艦名は、京都府のあたご山に由来し、最初に、あたごの名を冠した軍艦は、明治時代の宝艦あたごである。二隻目のあたごは、 天城型巡洋戦艦の4番艦だが、同艦は建造中止となった。一等巡洋艦アタゴは、日本海軍の艦船としては3隻目となる。本艦沈没後、名称は、海上自衛隊のアタゴ型護衛艦の1番艦、アタゴに受け継がれている。一等巡洋艦、アタゴは1927年、昭和2年4月28日に、呉海軍交渉で、寄港、 1930年、昭和5年6月16日に浸水。初代艦長、佐田健一大佐の指揮下、1932年、昭和7年3月30日収益する。4月16日には、犬飼武史首相をはじめとする、政府高官を乗せて、東京湾を巡航する。同年12月、2代目、艦長、高橋伊防大佐の指揮下、第二艦隊。 第四戦隊に編入された。1933年、昭和8年8月26日には、横浜沖で行われた特別大演習での、観艦,艦式に、高尾型従順4隻、鳥海、船道艦、あたご、高尾、マヤは、昭和天皇が上艦する混合型戦艦2番艦、比叡の区部艦として参列した。1936年、 昭和十一年十月二十五日、お召し館、比叡及び、ブグブ館二席、しぐれ、白露は、神戸港に到着。あたごい科学館は、礼法で、昭和天皇を出迎えた。十月二十六日、昭和天皇は、広島県江田島の海軍兵学校に行行することになり、比叡からあたごに異常、白露型二席、しぐれ、白露を、グブ館として、江田島へ向かった。 海軍兵学校行校を終えて28日に神戸に帰着すると、お召し館は、比叡に戻り、10月29日の観艦式当日を迎える。お召し館比叡、ふぶかんあたご、鳥海、足柄という編成であった。観艦式終了後、昭和天皇と三席、比叡、お召し館、しぐれ、白露は、横須賀へ向かった。1938年、 昭和13年4月には近代化改装が行われ、翌1939年、昭和14年10月に工事完了。1941年、昭和16年10月、マヤに代わって第二艦隊、近藤の武中将機関となった。中島近隆第二艦隊通信参謀によれば、本来は高尾が機関だったが、事故により、あたごに変更されたとしている。 11月29日、クレを出港し、12月2日台湾の魔法に到着する。12月4日、高尾、戦艦混合、春名を従えて出港。アタゴは日米海戦に向けて配置に着いた。第2艦隊機関、南方部隊本隊機関アタゴは12月8日の海戦を南方海上で迎えた。近藤司令長官を指揮官とする港部隊、本隊は、 第四戦隊、アタゴ、タカオ、マヤ、第三戦隊、第二正隊、金剛、ゴウ、ハルナ、第四駆逐隊、嵐、ラシ、け、マイフー、ハギフー、第六駆逐隊、第一正隊、響き、キ、ア第八駆逐隊、大潮、朝潮、満潮、嵐ンという戦力である。東南アジア戦量を目指す日本軍にとって最大の脅威は、 シンガポールを根拠地とするイギリス東洋艦隊の戦艦プリンスオブウェールズと巡洋戦艦レパルスであった。その脅威も12月10日のマレー沖海戦で排除された。11日、カムラン湾に入港し、マレー部隊、南津海艦隊、指揮官、小沢寺三郎中将、機関、長海と合流する。14日、カムラン湾を出港。以後、 マレー作戦やライン作戦を支援した。1942年、昭和17年2月25日、セレベスト、スターリング湾を出港し、オンマイ海峡を経て、サウ海に入り、インド洋に進出する。3月2日午後10時22分、バリ島南方で、高尾と共に駆逐艦ピルズバリー、アセスピルズベリー、DD-227 を20センチメートル、 砲弾54発、12.7センチ広角砲15発を用いて撃沈した。アたゴは、ピルスバディを、艦型の似た、軽巡洋艦、マーブルヘッドと誤認していた。乗組員の戦時日記には、オマハ型軽巡洋艦という表現も見られる。3日、別荘の3隻、従順、マヤ、第4駆逐隊、第1小隊、嵐のわけと合同する。四日、 南方部隊本隊、アタゴ、タカオ、マヤ、アラシ、のわけは、ジャワ島チラチャップ近くで戦団を攻撃、タンカーフランケル、デポーシップアンキング、総海底一隻を沈め、オランダの貨物船二隻を捕獲し、護衛のオーストラリア海軍スループやらも撃沈した。3月7日、スターリングワンに帰島した。3月20日、ボルネオ島タラガンに入港する。23日、 マカッサルに入港、シンガポールを経て4月3日には、マレー半島西岸のペナンに到着した。西浪沖海戦では直接英軍と交戦することはなく、南アンダマン諸島周辺で英軍艦隊の策的に従事した。4月10日、カムラン湾に入港、海戦以来東南アジアを駆け回ったアタゴは、一旦前線任務を解かれ、日本に戻った。アタゴは、 東京湾に面する横須賀港に怒りを下ろした。4月18日のアメリカ軍の B-25 爆撃機によるドリットル空襲では横須賀も爆撃されたが、頭は目標にならなかった。ドリットル隊が去った後、急遽出撃してアメリカ機動部隊を捜索するも、アメリカ機動部隊はすでに立ち去った後だった。ミッドウェー海戦にはミッドウェー島攻略部隊本隊、 第四戦隊、アタゴ、トリウミ、第五戦隊、ミョウコウ、ハグロ、第三戦隊、ヒエー、コンゴウ、第四水雷戦隊、ユラ、第二駆逐隊、ムラサメ、サミダレ、ハルサメ、ユウダチ、第九駆逐隊、アサグモ、ミネグモ、ナツグモ、クーボホウ、駆逐艦ミカツキ、輸送船三隻の機関として参加。サイパン島を経て、ミッドウェイ島近海に進出。 6月4日にアメリカ軍の爆撃機から攻撃を受けたが被害はなかった。5日、ナグモ機動部隊の壊滅連絡と撤退命令を受けて返信する。途中、アメリカ軍の航空攻撃で損傷した3隻、従順、最上、第8駆逐隊、朝潮、荒潮と合流した。6月14日、17日間にわたる航海を終えて、クレに帰着する。 1942年、昭和17年8月初旬、アメリカ軍はガダルカナル島とつらぎに上陸し、ガダルカナル島の戦いが始まった。8月11日、アタゴも戦艦道の区と共に、カツラ島白地を出発し、南洋の日本海軍拠点であるトラック白地に向け航海を続けた。17日に到着したが、輸送船2隻、新国丸、日恵丸が、 アメリカ軍潜水艦の来撃で中破した。2隻から艦隊への給油は可能だったが、アメリカ軍潜水艦の活動は日本軍の作戦に影響を与え始めた。8月20日、アタゴは第4戦隊、第5戦隊、水上規模艦地とせ、第4水雷戦隊と共にトラック白地を出撃。さらに道のく、村雨、サミダれ、春雨と合流。 8月24日から25日の第二次、ソロモン海戦に参加した。アメリカ軍艦載機二十数機の攻撃を受けて、千歳が損傷したがアタゴに被害はなく、アメリカ軍機動部隊に水上戦闘を挑むべく南下したが接触できなかった。アタゴは水上偵察機一機、搭乗員3名を喪失した。9月5日、トラック白地に帰還する。 アタゴはその後もソロモン諸島東海面で活動を続けた。9月11日、特設水上規模艦、国川丸艦載機がアメリカ軍飛行艇を撃墜、駆逐艦村雨,雨、第二駆逐隊は搭乗員8名を捕虜とした。遊刻、捕虜はアタゴに収容された。9月20日に、トラック白地駅頭後に、捕虜は戦艦山と連合艦隊司令部へ移送されたが、 捕虜の内基調、大尉は処刑されたという。10月11日、空母巡洋、飛用、戦艦混合、春名と共に、トラック白地を出撃。ヘンダーソン基地艦砲射撃を支援する。10月20日午後8時に、空母飛用で火災が発生。飛用は、トラック白地に戻った。 このような情勢した、アタゴは10月26日から27日にかけて行われた南太平洋海戦において、全身部隊機関として参加した。米空母ホーネットを捕捉し、ホーネットの撃沈に貢献している。10月30日、19日間の航海を終えて、トラック白地に戻った。11月9日、第4戦隊、第3戦隊、コンゴー、春菜。 第11戦隊、比叡、霧島、第3水雷戦隊、軽巡川内、第6駆逐隊、第15駆逐隊、第11駆逐隊、第2航空戦隊、巡洋と共に出撃し、ガダルカナル方面に向かった。あたごでは公会長が転勤となったが辞任者が着任しておらず、道の区公会長が本館に出張し、臨時公会長を務めていたという。 11月12日、前進部隊は、機密連合艦隊伝令作戦に基づき、Z-1 日、その隊部は、RXN 北方海面に、進出、11戦隊を機関とする部隊をもって、同日夜、ガダルカナル島飛行場に対し制圧射撃を行い、Z 飛、陸軍揚陸を間接的に援護し、南東方面部隊の作戦を支援するとともに後期に、常時的艦隊を補足。 これを撃滅戦突と,という命令が下り、停戦攻撃隊、指揮官、安倍高期第11戦隊司令官が分離した。この停戦艦隊は12日から13日にかけて、アメリカ軍巡洋艦部隊と交戦し、三隻、飛栄、赤月、夕立が沈没、飛行場砲撃にも失敗する。あたごは13日午後2時に、第10戦隊、軽巡ながら等と合流した。 11月14日から15日の第三次ソロモン海戦で、引き続き全身部隊指揮官、近藤信武中将、第二艦隊長官、アタゴ座城は、アタゴ、タカオ、霧島、朝雲、サミダレ、テラシ付き及び第三水雷戦隊を指揮し、アメリカ軍のサウスダコタ並びに、ワシントンの2隻の新鋭戦艦と夜間砲戦、雷撃戦を観光した。アタゴ、タは、 海戦終盤にワシントンに対し来撃を試みるも、あたゴだけで19本、93式酸素魚雷の新艦花瓶による命中直前の自爆により、すべて命中しなかった。その後2隻はサウスダコタに計23発の命中弾を浴びせ、霧島もサウスダコタの第三砲塔に35.6センチメートル砲を命中させるなどして、これを撃破したが、 ワシントンのレーダー管制射撃により、霧島が大破、後沈没した。この海戦で、アタゴの艦首の小移行に5インチ砲弾一発が命中した。11月18日、トラック白地に戻った。8月以来ソロモン諸島海域を奔走してきた、アタゴは修理のため、12月17日にクレに帰島した。1943年、 昭和18年8月16日、連合艦隊司令長官、小上根一大正直卒の主力部隊、戦艦3隻、山和、長戸、不桑、空母、大高、巡洋艦3隻、あたご、高尾、野城、駆逐艦部隊、両風、海風、周雲、遊雲、若月、天津風、初風は、クレを出撃し、トラックへ向かう。 10月31日から11月1日、連合軍は、タロキナ岬、ブーゲンビル島に上陸を開始、ブーゲンビル島の戦いが始まる。連合艦隊司令長官、小上峰市大将は、第一航空戦隊航空戦力を南東方面に投入し、続いて、トラック白地の主力艦艇も投入することを決定する。11月3日午前7時45分日、 第2艦隊司令長官、栗田武雄中将、あたご座城指揮下の従順洋艦部隊、第4戦隊、あたご、高尾、真矢、鳥海、第7戦隊、鈴谷、西条、第8戦隊、ちくま、第2水雷戦隊、軽巡洋艦、野城、駆逐艦、玉葉、鈴波,波、藤波、早場を率いて、トラック白地を出撃。航行中の4日、午前、 高校不能となった、タンカー日照丸の救援に2隻、鳥海、鈴波を分離。11月5日午前6時ごろ、栗田長官指揮下の遊撃部隊は、ラバウルに到着した。同日午前7時、空母2隻、サラトが、プリンストンを機関とするアメリカ機動部隊、第38任務部隊は、関西機計9 7機を投入、ラバウル在泊艦,艦艇に対する空襲を観行する。 栗りた艦隊の従順部隊は各艦とも損害を受ける、あたご、高尾、麻也、斎場、千の野ろ飛弾等。特に麻也は、機関部への飛弾で、航行不能となった。本艦は、試金弾三発を受ける。左源魚雷発射艦室付近原則に、巨大な波行が生じ、艦長、中岡信義大塞下22名が、死亡、20名が重傷を負う。 南東方面艦隊長官、草勝富一中将は、栗田艦隊、ラバウル進出中の鳥海を含むの、トラック白地機禱を加齢。マヤを除く、従順各艦は11月7日から8日にかけて、トラック白地に戻った、アタゴは7日昼前に至る。第二艦隊機関を鳥海に変更後、アタゴは日本に戻って、修理を行う。1944年。 昭和19年1月上旬、第4駆逐隊、の分け、マイフ風に護衛されて、再びトラック島に進出。2月、アメリカ機動部隊の攻撃を避けるように、連合艦隊各艦と共に、パラオへ移動。直後、アメリカ機動部隊によるトラック島空襲により白地は壊滅した。このパラオ白地も、安全とは言えず、アタゴは、ダバオを経て4月9日に、 リンガクチに到着した。なお、パラオ出港直後に、パラオ大空襲があった。リンガで、アタゴを含めた各艦は上艦版最先端に、日の丸を描いたという。5月14日、タウイタウイクチへ移動。第一機動艦隊前衛部隊。ヤマト、武蔵、金剛、春名、千歳、ハルナ、野代、セ、チヨダ、等の機関となった。1944年。 昭和19年6月中旬、アタゴはマリアナ沖海戦に参加した。27日、日本に戻る。7月8日、クレを出港してシンガポールへ向かう。8月2日、リンガ白地に到着し、訓練に従事した。1944年、昭和19年10月22日、第二艦隊司令長官、栗田武雄中将。 アタゴザ城の第一遊撃部隊第一部隊、通称クリタ艦隊は、ブルネーを出港、レーテ島へ向かう。翌10月23日午前1時16分、会合中だった、アメリカの潜水艦ダーター、アセスダーター、SS-227 と、デイス、アセスデイス、SS-247 が、レーダーでクリタ艦隊を発見した。 両艦は栗田艦隊の追跡を開始した。午前2時30分、アタゴは潜水艦の電波を探知し、これ自運動を始める。午前6時、栗田艦隊はパラワン水道を通過しようとしていた。アタゴは対戦警戒を行っていたものの、各部署は通常の戦闘訓練を行っていたという。6時32分、距離およそ900メートルから、 ダーターの放った6本の魚雷のうち4本が、アタゴの右舷に命中した、1番砲塔直下、環境全部、中部魚雷発射管室、5番砲塔付近。電源が停止し、急速に右へ傾いた。左減注水が行われたが効果は少なく、右舷傾斜像は止まらない。まず司令部が退去したが、総員退去命令は出されなかった可能性が高い。栗田中将 小柳参謀長、荒木艦長以下の生存者は、駆逐艦岸並みが529名と、栗田中将以下、第二艦隊司令部を浅下が171名を救助た。あたごは6時53分に転覆、沈没式艦長の同盟継造中以下360名が戦死した。軍艦機は降ろされないままだったという。岸並に救助された。 栗田中将を含むアタゴの生存者は戦艦ヤマトに異常し、その中にはヤマトの補充要員として戦闘に参加した者も,もいた。潜水艦の魚雷四本命中により、光なりから20分で沈没したアタゴであったが、日本軍重巡洋艦の特徴をもされる盾強度を高めるための機関室戦盾壁が急速傾斜を早めたという指摘もある。なお、 ダーターは、高尾にも、魚雷2本を命中させ、高尾を深夜まで漂流させた。ダーターは、高尾に止めを誘うと攻撃を続行したが、後方を誤り10月24日に座礁。栄光不能となり、乗員は、レイスに移常した後ダーターを自陳させた。ダーターの艦長のデビッド・エイチ・マクリントック少佐は、日本軍が、ダーターの残骸を調査することを見越し、 館内にあった管型識別訓練用のアタゴ型の模型に、これ模型があれ、アタゴと同一管管というメモを貼り付けた。アティブ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。